はい、えー、今回の動画はですね、えー、こちらです。えー、まあ,あのパッと見ね、あのー、もう DS とかっていう風に見えるんですけど、これは DS ではなくて、もうあのあのほぼ同じ形なんですけど、ちょっとここの厚さが太いかな。で、あとちょっとあの縦長ですよね、DS にしちゃう。なんで DS ではありません。普通はね、もう勉強するための、えー、とこれ電子辞書ってやつなんですけどね。これも Amazon で約2、 何円だったかな正直忘れたんですけど、あのー、たぶん、1000円以上はかかりましたね。まあ、2000円、3000円ぐらいはしましたな、これ。3万円、うーん、忘れた。ちょっとよくわからんな。あの、俺は買ってないんでね、これ、あの、親が買ったんですけど、これね、すごく、あのー、勉強にね、あの、使いやすいということで、まあ、あの、高校に、あの、持ってってるんですけど、ちょっと待って、ホームに戻ろう。ちょっとホーム。 これ、ね、すごく、ね、勉強に使いやすいんですよね。例えば、あの、新幹線って調べたら、こんな感じで、ちゃんと説明文も、ね、出してくれるようなところですね。はい。こんな感じで、解説とかに、ね、ちゃんとしてくれるところですね。で、これ、ちゃんとあのリンクみたいなのが貼っとって、東海道新幹線って言ったら、 こんな感じでリンクさせてくれるって感じですね。で、こだま。まあ、こういう細かい説明とかもね、ちゃんと調べるっていうところですね。緩和辞典っていうのもある。とかあとは、あと、あと、まあ,あ,あ,あ、あと、英和辞典とかね。えー、学習位置とか、あの、だから、あの、数学とかもできますよね。社会。例えば、数学決定したら、作品から探す。 一時間数って調べたら一時間数の説明が出たりとかねしてから非常にこれ便利なんですよね。でもあと暗記カードっていうのもね、あのそういうのがある。どうでもいいんですけどこれは。黄色でもできるって感じですかね。暗記カラー。<laughs> なんか変な暗記カラーしてしまったわ。まあいいや。まあ、そんな感じですね。なんですごくあの便利ですね。 あの、ホーム画面の中でも、あの、ここ検索したらね、ちゃんとあの、あの、単語とか、あの、わからない英単語とかを調べてくれるんで、ここ打ってからね、わからんなって思ったあの、英単語とか、っていうのを調べてくれるって感じなんでね、すごく便利ですね。特にまあ、国語、英語に適してますね。なんで、まあ、定期テスト、中間試験、期末試験の定期テストでも、これ1台あれば、ちょっとは点が上がるっていう感じですかね。なんでかって言ったら、ちゃんとあの、解説してくれるんで。 っていう感じですね。まあ今回は、あの、電車のレビューでも何でもなくって、あの、勉強道具の、えー、商品レビューのね、感じなんですけど、まあそんな感じですね。まあ,あの、今度は、あの、多分、あの、サブチャンネルでは言ってると思うんですけど、あの、多分、このチャンネルでも言ったからな、あの、再来週の19、20、21、22日の、あの、約4日間、あの、中間テストがあるんですけど、まあその時にね、これを、あの、使いたいと思いますね。 前回の前期期末まではあのもうあの自分でもツールで調べるかしかなかったんですけどまあ10月の半ばぐらいねこれはあの購入したんでまああのちょっとは楽に勉強できるかなという感じですねはいこれ充電式なんでねあの多分 Android の人はね多分 Android 俺も Android 使ってんだけど Android のね充電器できるんでね全然ほら同じ形でしょ多分充電器のね なんででで、きますで。あとイヤホンかなイヤホンさすところがあるのイヤホンじゃないの気がするんだけどね。ちょっとイヤホンにしちゃうなんかあの穴がでかいように見えるんだけど。でかいですいや、いや、同じぐらいか。よくわかりませんね。ここの穴はなんかがわからないんですけど、まあ充電は一応ね、あの、だからあの普通の線でできるんでね。ぜひあの買ってみてはいかがでしょうか。あの、一応買うのにヒントになるのはこのロゴですからね。EX。 ななんとか、ななんて書いてあるんかなよ,よくわからん。本当に英語は苦手だからね、俺。ほんまわからん。英語は。なんで、もう高校も全然ついていけてないっていう感じなんですけど、まあ、なんとかギリギリね、あの30点以上、30点以下はあの赤字ですから、あの、なんとか30点以上に持ち上げているっていう感じなんで、ね、俺は。なんで、やばいですね。最低で、あのー、 今日なんかの今年のあの前期期末試験なんですけど34点取ってしまったからね。やばいよ、本当に。ギリギリ。あのー、だから、あの、再テストになるかならんかのラインだったからね。なんとかなりませんでしたけど、本当にギリギリなんでやばいですね。という感じです。というわけでですね、今回の動画は以上です。え、本日も最後までご視聴ありがとうございました。まあ、ぜひ買ってみてね、あの、学生の方は。結構勉強に適してる、あの、機械なんでね。機械っていうかあの、ツールなんで。はい。